最高速へ。日の丸とユニオンジャックに見守られ、ヨドのターフでエリザベス女王杯を掲げるのは誰だ。3番人気はこの子です、エアグルーヴ。2番人気を紹介しましょう、メジロドーベル。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、ここまで無敗2大スプリント覇者、カルストンライト。1番人気です、火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。さあ、花に立ったのはカルストンライト。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは北サンブラック。2馬身3馬身開いて9番、4番手にエアグルーヴ。すぐに続いて4番、少し離れて16番。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。カルストンライト快調に飛ばしていきます。先頭はカルストンライト、単身で飛ばしていきます。続きました北サンブラック、さらに9番エアグルーヴ。光より早く並んでくる。そしてその外を回ってビルシーナ、内でリブロス。13番、外から行くメジロドーベル、落ち着かない様子。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。先頭から後方まで隊列は縦長になっています。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。順位を振り返っていきます。現在1番手はカルストンライト、続いて北サンブラック、3番手には9番、その後からエアグルーヴ。1馬身差4番、あとは16番、少し離れてリブロス、ビルシーナ続いている。さらにその外からは14番、13番、並んでくる。少し離れてメジロドーベル、そしてその内から行ったのは8番、そしてその外から行ったのは10番、3番、並んでくる。川上プリンセス続いている。スイープ闘争並びかけてきた。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える気は出てくるのか。この直線で勝負が決まるぞ。残り400、最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはカルストンライト。カルストンライト速い速い、もはや独走状態。残り200、カルストンライト逃げる。リードを開いていくカルストンライト、これは強い。カルストンライト突き放す。カルストンライト強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。京都の坂を越え、カルストンライト今堂々とした貫禄とともに女王が帰還した。2着ビブロス、3着北サンブラック。見えた、光を超えた世界。